しるべなき世に一筋の光を。周囲が光陵に攻めてきました。勢いは激しく、防衛部隊がかなり押されています。おっと、これ一大事だ。せっかく曹操殿が魏侯に就任したっていうのに祝い気分も吹き飛ぶね。孫賢明、俺たちを中原に押し戻すつもりか。ウリンに続き光陵まで失うわけにはいきません。急ぎ救援に向かわねば。果たして孫権の狙いは俺たちを押し戻すだけでしょうか。彼らは赤壁での勝利の勢いに乗りたいはず。それにしては今回の進軍は初動が遅い。他の何者かと連携していると考えるべきです。うん、純勇殿の懸念はもっともだ。孫権と同盟関係にある劉備領袖軍閥の馬道、周瑜なら当然手を回しているだろう。領袖の軍閥か。馬頭は以前孟徳の暗殺に加盟していた。魏侯就任に対して事を起こすとも考えられるな。巨匠を手薄にするわけにはいかん。ならば光陵の救援にも多くの兵は避けんか。まだ軍の立て直しも途中だというのに。とにかく自分たちだけでも先行して光陵の救援に当たるとしよう。僭越ながら私もお力添えいたします。いいのか。お前は巨匠にいろと言われているはず。ええ、殿から出陣を命じられることはもうないでしょう。ですが乱世を収束させるためにはこの状況を乗り越えねばなりません。なせることがある以上私も動かなければ。分かった。ならば俺たちと一緒に来い。孟徳への弁明は考えておけ。もっともお前ならば心配ないだろうな。加工殿殿、ありがとうございます。純勇、味方はかなり押されているようだな。孫吾の軍はすでに長江を越えて上陸。こちらの戦線を切り崩しています。連携の懸念があった劉備軍は破色を進行中です。しかし慶州にも兵を残しています。十中八九孫吾に援軍を送ってくるでしょう。ちっ、ここでも劉備か。やはり早く潰しておくべきだったわ。
孫悟を破っても横腹を突かれてはたまらん。この地は放棄して撤退命令を出すべきか。はい、現在動かせる兵力を鑑みればこちらの勝利は望めません。被害を最小限に抑えるため今すぐ撤退を。いえ、ここは孫悟を押し返しましょう。それをもってこちらの勝利とするべきです。何か策があるのだな。分かった、純一の言う通りにしよう。ありがとうございます。まずは孤立した味方を救援しましょう。戦線の穴を塞いだ後は一気に攻勢を仕掛けます。劉備軍が到着するまでが勝負です。可能な限り敵の戦力を削ってください。今回五軍の指揮を取るのは周瑜。赤壁に布陣する彼を倒し敵を退けましょう。今回は文尺殿の戦略に乗りましょう。戦略あっての戦術、局面打開は俺がします。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。援軍ですか？ありがたい。学神様にも早くお知らせを。ご足労いただくとは恐縮です。どうかされましたか？今はこの喜びをかみしめましょう。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。悪いけど医療は孫悟のものだ。おとなしく出てってくれ。五の将は籠城策を取った。門を開かせないことには話にならないな。籠城とはつまらねえ。どうにか外に出て戦えねえ。籠城は余毛殿の命令だ。勝手なことするなよ。笑顔で参りましょう。感服つかまつった。これぞ武の神髄。守りは性に合わねえんだよ。最新の演技で終わらせましょう。勢いだ。
激しすぎるね。ここは下がるしかなさそうだ。敵将撃ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。おお、お前の戦並大抵ではないな。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。敵の足場を崩し、戦意を損。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。行きますか。結集は天下二分には必要不可欠。ここで引くわけにはいかぬ。周囲、我が輩がついておる。お主の情熱をすべてこの戦に注ぐがいい。最新の演技終わらせましょう。長江の向こう側に押し返せたか。だが兵を補充すればすぐに戻ってくるだろう。現状を打破したとは言えんな。先ほど石膏より報告がありました。西からこちらへ向かう一軍を派遣、率いているのは関羽と。ここで出てくるか、関羽め。味方が損耗した今、これ以上の戦闘は厳しい。急ぎ籠城の構えを整え、援軍を要請するべきか。いえ、籠城は状況の打開につながらないでしょう。綱領を維持するには
この先も劉備と孫権の攻撃に耐え続けなければなりません。西にも敵を背負うが、それは不可能でしょう。ならばどうせみすみす光領をくれてやるわけにもいくまい。いえ、ここは関羽に光領を取らせましょう。そうすれば劉備と孫権の同盟に圧力を生むことができるかもしれません。なんだって、そんなことが可能なのか。話が飛躍しすぎて全く読めないぞ。赤壁の戦い以後、劉備の軍師諸葛亮は劉備を孫権と対等な立場に立たせようとしています。ならば中原への足がかりとなる慶州は何としても手に入れたいはず。諸葛亮が光領を孫権に譲るとは思えません。この状況を見し、孫劉の同盟に楔を打ち込むとは、さすがですね、文尺殿。よし、純育の策に乗ろう。軍を城陽と深夜まで引かせるぞ。劉備と孫権がこのまま同盟を続ければ曹操殿の道も危うい。ですがこの策でそれは避けられます。なすべきことはなしました。さあ巨匠に戻りましょう。私にはもう一つやるべきことがありますから。敵将討ち取りましたわ。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。せっかく皆で守り抜いた土地を手放すとは、策のためとはいえ少し悔しい気分です。分裂よ、お主のその思いは正しい。だからこそ孫権らも我らがわざと光領を手放したとは考えまい。この純育の策、あるいはこの先の布石になるやもな。何か物音が。殿、お下がりください。馬頭か、まさか巨匠で仕掛けてこようとは。申し訳ありません、父上。官にあだなす不義の輩は成敗する。我が正義の刃受けるがいい。笑顔で参りましょう。必ず貴様に天柱を。殿、お怪我はありませんか。大姫、お主らがいて幸いであったわ。礼を言うぞ。すごいな、さすがだ。
人逃がしてしまいました。すぐに追いかけます。捨ておけ。馬頭がわしの暗殺をしくじったことはすぐ伝わる。まもなく領州の軍閥が攻めてこよう。馬頭の息子は武勇で名高い金馬長。すぐに軍勢を整え洛陽に向かうのだ。はっ、承知しました。馬長らが攻め込んできているか。大井よ、戦況はどうなっておる。馬長関水らは道館に布陣しています。正面からぶつかった我が軍は敗走。現在は洛陽と保半身の守りを固めています。馬長を勢いづかせてしまい申し訳ありません。いやいやいや、援軍が遅れちまったせいだ。すまねえ。いえ、援軍が来なかった事情も分かっています。その代わり花公園殿からは援助物資をいただいていました。ありがとうございます。何、いいってことよ。こっからは俺たちが馬長の相手をするから少し休んどけな。いえ、それはできません。ようやく洛陽の防衛から抜けて馬長の首を取りに行けるのですから。ああそう、お前がそう言うならいいけどよ。敵は連合軍、その勢いを削ぐためにもどうにか連携を崩したいところですが。正面にいる敵はかなり士気が高い。押し込むのは骨が折れるな。道館の北側はいかがであろう。黄河を渡ることができれば敵の背後をつけ申す。正面から当たるか溶かして背後をつくか、どちらにしても厳しい戦いになろう。だが職に劉備、後に孫権がいる今、孝子の憂いは立っておかねばならぬ。馬長らの勢いは盛んだが、ここで必ず打ち果たすぞ。
何か不安がある様子。戦局打開の一手になるかもしれません。で敵陣に乗り込んできたか。なるほど。本日は使者として参られたのだ。おい見たか今の。見た。こら急いで馬長様に報告しなきゃな。伝令、関水様が魏の将と接触していた模様。まさか敵と通じているのか。関水殿をこのまま函谷関に置くのは危険か。関水殿に伝えよ。すぐ道館の背後の守備につくようにと。様より伝令です。すぐに道館に戻ってほしいとのこと。何、ここを引けというのか。さては、魏の使者と話したことで疑われたか。馬長の弁明が通じればよいが、いざとなれば魏に下るもやむなしか。今はこの喜びをかみしめましょう。
の本陣まっしぐら。俺頑張っちゃうよ。にゃろ、奇襲を狙ってやがるのか。そう簡単にさせてたまるかよ。笑顔で参りましょう。うまくいかなかったよ。ごめんね、若。敵将、打ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。いいぞ、その調子だよ。よくやった。その働き覚えておく。はい。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。覚悟せよ曹操。この地を脅かす悪魔、俺が撃つ。曹操様をいじめる奴は許さねえぞ。おいらが全部やっつけてやるぜ。だから俺が敗れるとは。だがまだ終わったわけではない。まず宇宙、何度挑んでこようと貴様らに葬儀は倒せん。こたびは不覚を取ったが、俺は絶対に諦めぬ。艦の中心たる父の思いを継ぎ、国にあだなす貴様を俺が必ず打ち果たしてみせる。敗れてなお息巻いているようですが、馬長の一族を含め領州の軍勢はほぼ全滅。再起はかなわぬかと。戦果としては十分。しかし追うというなら止めはせんぞ。多いよ。深追いは毒だと知っています。馬長の瞳に映った絶望の色、今はそれで満足です。それにあの男には一族を失った孤独と叶わない夢にもがく苦しみを存分に味わってもらわなければ。ならばわしからは何も言うまい。諸将を脅かしていた馬長らは廃した。これより攻勢に転じるぞ。狙いは孫悟、目標は術公よ。赤壁の雪辱、今こそ果たすのだ。五軍の一部はすでに長江を渡って術江に進軍中。全軍で攻めかかれば孫悟の本拠建業を落とすことは可能でしょう。ですが建業に向かう敵増援の目撃情報、覇色を制した劉備の次なる動向、
時をかけるのは得策ではありません。ふ、純勇よ、石壁以降お主は以前に増して頼もしくなったようだな。速やかに実行を制し剣業を攻め落とす。敵はまた策を弄してくるかもしれん。皆十分に注意せよ。岳文剣、真っ先に敵陣に飛び込み道を切り開いてみせます。おお、ピンときました。俺らなら必ず剣業まで攻め落とせますって。策の方は俺にお任せよ。そう何度もやられるわけにもいきませんからね。領主に注意をくじき、皇庫の憂いは立った。石壁の借り、今こそ孫権に返すのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。石壁で大敗したことをもう忘れたのかい。だったら俺が思い出させてやる。あの戦を忘れたことなどありません。笑顔で参りましょう。石壁の雪辱、ここで果たします。譲ることはできん。なんとしても俺が守りきる。チッ、ダセー喧嘩しちまった。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。もうこれ以上は無理だっての。悪いけど乗せてもらうよ。今はこの喜びをかみしめましょう。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。派手に攻めてきたな。ここは絶対に引かないぞ。俺が叩きのめす。それはこちらのセリフだ。君たちには華々しくご退場いただこう。笑顔で参りましょう。先方だから張り切ってたんだがな、戦いを見つめするのがしちまった。リクマ君、今はこの喜びをかみしめましょう。お前の戦、並大抵ではないな。さすがだ。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。
女性無事か。皇帝に昼間体勢を立て直す。中隊、救援感謝せ。やはりお前は筋の通った男だが、中隊の援軍を無駄にはすまい。自分たちの意地、今こそ見せる時だ。何人集まろうと関係ない。盲督の道を開くため、貴様らを撃つのみ。
よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。曹操め、この剣業にまで攻めくると何があろうと引くわけにはいかぬ。戦とは何か知らしめよ。私が相手だ。勝負してもらおう。笑顔で参りましょう。我が輩の死に場所ではないぞ。敵将討ち取りましたわ。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。李軍がこれほど盛況と、この勢い果たして止められるのか。いや、絶対に止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。諸君、私たちも孫権様を守りましょう。お姉ちゃん、一緒に頑張ろうね。石膏より連絡。南より敵援軍接近。殿、このまま呉を制圧するのは難しい。あと一歩攻めきれなかったか。だが欲を出せばまた手痛い返しを食らうことになろうな。合肥に撤退する。全軍に伝えよう。周囲を失ったばかりで動揺しているかと思ったが、踏みとどまっていたな。敵ながら見事な戦だった。周囲なくとも孫権の下には有能な将が多い。しかし孫後の被害は甚大です。主要な将の力も知ることができました。石壁の雪辱は果たしたと言ってもいいのではないでしょうか。そうだな、満足のいく成果ではあった。カコウトン、長領、合肥にとどまり軍の再編成を行え。分かった。満朝、孫権はまた必ず侵攻してこよう。合肥周辺の地形をよく調査し、防備の隙を埋めよ。承知しました。私の得意分野です。お任せください。孫権め、父や兄には及ばぬと思っていたが、よく軍勢をまとめている。息子を持つなら孫権のようなものがいい。何をおっしゃるのです。殿にはすでに士官殿という素晴らしいご子息がいるではありませんか。そうであったな。しかにこの父は今孫権を討つことがかなわなかった。お主であれば孫権を倒せるか。無論です。その言葉しかと聞いたぞ。次こそは絶対に孫悟を倒しましょう。そうすれば殿もあんなことは。
士官だ。父よ、まさかあなたは。魏公の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び、天下への雄飛の機を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める覇蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀三国鼎立の世が訪れた。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。西に益州の劉備、東に高騰の孫権、そして南に慶州の関羽。どこかを攻めればどこかに攻められるでしょう。うん、だが動かねば乱世は収められん。攻めれば攻められるならば攻めねばいい。猛徳、奴らはさておき、益州の北、漢中はどうだ。漢中ってと長老か。劉備たちに比べりゃどうってことねえ相手だな。トニー、なんで今ここで長老なんだ。漢中、なるほど、漢中か。いいですね、加工トン殿。漢中を制すれば益州の劉備への抑えにもなります。よし、迅速に漢中を取るために戦力を集中させる。ですが殿、それじゃ結局東に背を向けちまいませんか。漢中を攻める間に合肥を突かれたりしませんかね。それも考えてある。学信、利天、息の合うお主らならば孫吾の軍を退けられよう。合肥の守備引き受けてくれるな。そう来ると思ってましたよ。合肥は俺たちにお任せを。利天殿の足を引っ張らぬよう奮戦します。うん、任せたぞ。そして長領、お主を合肥防衛の大将に任ずる。利天と学信をうまくまとめ孫吾を退けてくれ。承知しました。長文言、神明を賭して合肥を堅守しましょうぞ。ああ、そうきますか。これはちょっと予想外だったわ。三人にはすぐに合肥へ立ってもらう。残りの者は天水へ向かえ。速やかに長老を倒し漢中を掌握するのだ。やっと漢中に着いた。おいおい、なんだ息子、もうへばってんのか。こっからが本番だってのによ。やはり孫吾の大軍が合肥に侵攻したようです。長領らがやすやすと負けるとは思わぬが、大軍となれば楽観はできぬか。
援軍を出した方がよかろうな。だがどこから援軍を出す。巨匠周辺の兵は動かせんぞ。満朝、慶州はどうだ。関羽が孫悟と連携する気配はあるか。いいえ、慶州に目立った動きはありません。劉備は覇食の統治に専念しているのでしょう。また劉備は孫権からの慶州返還の要請を断ったようです。まあ初めから返すつもりはなかったのでしょう。孫悟と組みつついいように利用するとは、劉備の軍師諸葛亮とはとんだ食わせ者ですね。うん、慶州が膠着しているのであればいくらか孫悟の方へ兵を避けるか。巨匠に伝令を出し合肥への援軍を編成させよう。我々はこのまま長老を討つ。合肥の動きは結果としてなおのこと、この漢中を抑えることが肝要であると示した。漢中は覇食の地から長安へと抜ける道、東西の戦線を安定させるためにもこの地はわしが掌握せねばなるまい。ですな。んじゃちゃっちゃと長老を倒しちまいましょう。あよ、よし、ちゃっちゃと漢中を取っちまうぞ。息子、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。しまったのか。
やはり魏軍に勝てる見込みなどないか。なんとか魏の将に接触できないか。そうすれば寝返りの算段も。王兵官が落とされた。嘘だろ。やっと戦線を突破できました。いざ進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って艦中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよう。戦闘座は譲らぬ。必ずや守り抜いてみせる。夢を果たせぬとは。そうだ、申し訳ございません。戦闘団を抑えた。この要所を取った意義は大きいぞ。行きますよ。今はこの喜びをかみしめましょう。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。しまったか。それがしは一人になろうと最後まで戦うのみ。扁桃山が陥落しただなんて、もう勝ち目はないんじゃ。守るため戦わねば。行きますよ。見事な働きだな。笑顔で参りましょう。
気象打ち取りましたわ。おお頑張ってんだ、その調子で行けよ。笑顔で参りましょう。行きますわ。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。もはや抵抗はせぬ。どうか民には手出ししないでいただきたい。やったな父さん、これで艦中は俺たちのものだ。行きますよ。ご苦労だったな息子よ。行きますわ。曹操殿、それがしへの寛大なる処遇、新人の謝意を表する。されどならばこそ問わせていただきたい。なぜ二度までも刃を向けたそれがしを救われる。戦は天下から絶やさねばならぬ。だが天下から人を絶やしてはならぬ。お主ほどの優勝を失うはあまりに損失よ。明快な答えに感謝する。またそこまで評していただき後人の極み。報徳、時代は今激動の時を迎えており、わしはここを乗り越え乱世を収束させねばならぬ。そのためにお主の力を貸してくれぬか。承知した。今それがしはこの姓に新たな意義を得た。法令面以後は曹操殿の先兵として働かん。うん、頼みにしているぞ。父よ、艦中は完全に掌握した。この先はいかがされる。将兵に余力がある今ならば連戦も可能かと。うん、だが兵站の維持は厳しかろう。現状長安からの移送に頼るしかないのだからな。恐れながら申し上げます。お主は？芝忠達です。劉備は破色の地を得てから日が浅く、領内を掌握しきれていない状況です。このまま余勢を借り破色益州へ攻め込むべきかと。お主の言には一理ある。今ならば劉備の首に手をかけることもできよう。だが慶州には関羽、合肥には孫権がいる今、これ以上踏み込めば必ずや後輩をつかれよう。これはわしらに限った話ではない。劉備と孫権もまた同じ思いをしておる。この三者三国の関係はそういう性質のものよ。ならばこそ決着を急がず三国の均衡を崩すことが先決と。失礼、千両申し述べたことご容赦ください。構わぬ、今後も存念は何なりと申せ。艦中には維持に必要なだけの兵を残し、残る軍は東の合肥の戦線へ向かう。しかも全軍に通達せよ。加工と加工園、お主らに頼みがある。どうしたんです殿？
ついに劉備が漢中に攻めてきた。この漢中は絶対に守り抜かなきゃならねえ。けど器用な、そんでもって決まれ。いいなお前ら。ああ、なんと秀麗な鼓舞でしょう。この趙春雁、花公園将軍のもと、美しく漢中を守りきってみせましょう。父さん、そんなに気張らなくてもいいんじゃ。何息子よ、覚えておけ。俺様くらいになるとな、特段気張らなくたっていつでもたぎってるもんよ。ああそこはそれ、男の年輪ってやつだ。お前はお前で自分らしくやるこった。あ、はあ。一体どうしたんだ、急にあんなこと。さて、劉備どもを追っ払うとするか。この漢中は絶対守り抜くぜ。職軍の士気はかなり高い様子。花公園将軍、ここは慎重に参りましょう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。殿が言う必要、この漢中が必要、さっさと譲ってもらうとし。ここは義にとっても用地、私の命に変えても守り抜く。笑顔で参りましょう。報告、褒美の高麦に破損があるとのことです。おいおい、そういうのはしっかりしとけよ。じゃね、今日から俺が直しに行くか。行きますよ。俺の顔は覚えたぞ。今度は倍にして返してやる。笑顔で参りましょう。頑張ってんだ、この調子で行けよ。行きますよ。団地で足を前に破れるとなんと不甲斐ない。なんで敵の大将がこんなとこに。なぜかしらめが奴を倒せば大手柄だ。ほら、俺は酒盛りを直すんだっての。誰か俺の周りの敵を追い返してくれ。あー、やっとこさ連中も諦めたか。俺らの勝ちだ。みんなお疲れさん。今はこの喜びをかみしめましょう。あー、素晴らしく輝いていらっしゃる。ぶちのめしてやる。その粗暴な戦い方、薄いですね。せめて散り際は私が美しく彩りましょう。俺様が相手だ。覚悟しやがれ。笑顔で参りましょう。やられっかよ。ここは引いて焼けだけだぜ。敵将討ち取りましたわ。
今はこの喜びをかみしめましょう。あ、なんと壮麗な戦ぶり。おお、頑張ってんだ。その調子でいけよ。
見つけたわ、バッチョ。もうお前を逃がさない。何、短期で突撃してきただと。バタイ、包囲して押し潰すぞ。敵の狙いはこの地と見た。者とも守備を固めよう。俺の名はバタイ、会えて嬉しいよ。最新の演技終わらせましょう。これ以上は厳しいよ。というわけでさよなら。生き残るわ、飛行。だが正義は必ず再び立ち上がる。役目を果たせて一番欲しいものは手をすり抜けてしまった。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。ああ素晴らしく輝いていらっしゃる。なんという武勇。迷いのない戦ぶりですね。そのお力時に羨ましく感じます。さすがの腕前です。
よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。なんと、これほど近くに敵が。みんな、魏の軍勢を押し返すのだ。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。行きますよ。不利な局面だが、知略で跳ね返せ。皆の命を盾にするまではしたくない。すまん、決死の覚悟で守り抜いてくれ。迷いのないくすぐりです。その笑顔で参りましょう。時に羨ましくなる。艦中を奪えぬ。今は引くしかあるまい。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。やれやれ、やっと諦めやがったか。まあこれで一安心ってところだな。伝令、兵軍団の本陣に敵襲。敵将は甲冑の模様。なに、あのじじいやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたぜ。ちょ、父さん待ってくれって。将軍、敵将甲冑に撃たれ戦死なさいました。え、父さんがウスタロまさかそんな、ああなんということだ。将軍を失った動揺は兵たちも同じでしょう。こちらは今とても戦える状況ではありません。一度撤退し防衛線を引き直さなければ。各ワイドの兵の指揮をお願いします。そうですね、私たちで少しでも多くの兵を守らなければ。さあ参りましょう、加工派殿。わかった。
まさか花崗炎将軍が撃たれるとは。まだ信じられぬ。あのお方が。これはまずいことになりましたな。劉備は全軍を引き連れて漢中に侵攻している。縁を討ち取ったことで漢中を取れると確信したのだろう。おや、思ったより冷静でいらっしゃるようだ。花崗炎が命を落として用意してくれた状況だ。失敗はできん。このまま漢中に踏みとどまり劉備軍を迎撃する。芝居、慶州に動きがあればすぐに知らせよ。承知しました。劉備は定軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き漢中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが、思い出すよ。皆に支えられ導かれここまで来たのだ。この大志必ず貫いてみせる。守るは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。ここは通しません。私とトラ戦車が相手となりましょう。行きましょう。待ちるかよ。トラ相手の勝負には覚えがあるんでな。私のトラ戦車をものともしないと。帰って強化案を考えることにしましょう。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。お見事な腕前よ。それがしも習いましょう。騒がしくなってきたのに。
クルーサの頃合いじゃな。わしは引くぞ。待て、コーチ。あいつは父さんの仇、絶対逃がさない。星の甲では押し切れんかい。無念じゃのう。あなたがいなければ今頃俺も。あの、本当にありがとうございます。うまくいったようです。こんなんではありませんわ。さすがの腕前です。行きますわ。中が必要だ。さっさと出て行ってもらうぜ。俺の命に変えてもこの地は譲らん。先は大変の旅にもな。
戦並大抵ではないな。引くか。敵将撃ち取りましたわ。なんと壮麗な戦ぶり。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。最新の演技で終わらせましょう。最新の演技で終わらせましょう。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。希望の酒が残ってたかよ。次こそはてめえをぶっ飛ばしてやる。今はこの喜びをかみしめましょう。ふっせそうそうだろうな。艦中の戦はここらが潮時であろうな。宗人、お主は満潮と宝徳を連れ先行して繁盛救援へ向かうのだ。承知しました。艦の勢い必ずや自分が止めましょう。軍神関羽、死力を尽くさねば勝てぬ相手か。それがしも花公園殿のように死の本分を全うせん。花公殿、
わしらも準備が整い次第繁盛へ向かうぞ。いや、モート君、お前は休め。短期間で艦中と合皮の間をチョークし厳選したのだ。さすがのお前も疲れがにじんでいるぞ。加工と縁も言っていたろ。もう無理はするなと。慶州は俺たちの手で決着をつけるぞ。猛徳には戦勝の法と外貨だけを聞かせるのだ。わかった。ならばお前たちに任せよう。今こそ軍神関羽を討ち、乱世の均衡を打ち破るのだ。艦中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら艦中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を打つべく進軍を開始。狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し打ち果たせば三国の均衡は崩れる。全ては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。関羽の動きは間違いなく劉備の艦中侵攻に呼応したものだ。まさかとは思ったが、曹操殿が狙ってこの状況を作り出したとは。いやはや、これでは軍師の立つ瀬がないね。のんきなことを言っている時ではない。ここで関羽を撃たねば縁の死が無駄になる。おそらく残された時間は少ない。何としても関羽の首を猛徳に見せねばならん。ははあ、なるほど。話は大体読めた。それで危ない賭けに出たわけか。艦中からの応援を待とうかとも思ったが、悠長にしてもいられないようだ。劉備がこちらの意図に気づく前に全てを終わらせねばならん。補給が終わったものから順次慶州へ向かえ。承知いたした。すでに宗神殿らが先行なさったとのこと。拙者もすぐに追いかけ申す。待っていろ猛徳、関羽は俺が必ず打ち果たしてくれる。いらっしゃい。
ライドどうも。兵らの報告を集めたが、すでに慶州のほとんどが関羽に制されたようだ。軍神関羽、なんという勢いか。かの者を巨匠へと向かわせるわけにはいかん。なんとしても繁盛で奴を食い止めねば。ええ、全くもって宗神殿のおっしゃる通りなのですが、この宮城で参っている彼らをどうまとめたものでしょうね。なぜ宝徳が先方なんだ。先行はそれなりにあるようだから、新参者ではないか。奴のいとこも元の主である馬長も今は劉備に仕えてるとか。我らを関羽に引き渡すつもりではないのか。なるほど、あり得る話だ。援助を預かっていた幸運は関羽と通じ、民の反乱を煽っていると聞く。おそらくは奴を。不平や賛意を口にし陣中を乱すか。その行いが厳罰に値すると知っていよう。ウキン殿、しかしこたびの宝徳殿の抜擢には不安がある。これではとても軍神と戦うなど。口を慎め。断言で軍旗を乱すならば、この場で処罰する。なんと、お許しくだされ。待たれよ、ウキン殿。諸将らの言はもっとも。それがしはまだ曹操殿に仕えて日が浅い。先方を任せるに心が置けぬのはどう。されど曹操殿はそれがしに関羽討伐を託され、またこの戦は花公園殿が関羽討伐ひいては乱世平定のため命を懸けて用意されたもの。なればそれがしもここを死地と思い定め戦う所存。宝徳殿、すまない。貴殿の覚悟を知らず無礼を申し上げた。必ずや繁盛を守り抜き、この戦に勝とうぞ。感謝する。我らもろともに軍神関羽を討たん。さすがは右近殿と宝徳殿だ。不平不満を逆手に取ってくすぶっていた彼らの闘志に火をつけるとは。先ほど援軍を手配した。義水艦から巨匠へ抜ける道はしばらく封鎖できよう。右近殿、かたじけない。これで後方は気にせず繁盛に集中できる。状況は
お世辞にも良いとは言えないものです。ですが三国の均衡を破るには何としても関羽は討たねばなりません。それは乱世平定を掲げる殿の本懐にも通じます。うん、味方を助けつつ繁盛へ攻めくる関羽を倒す。いざ我ら慶州を守る鉄壁の盾とならん。まずは繁盛を奪回する。城を守る関羽の子関平を討つのだ。関羽は我らを防ぐべく前線にいる。厳しい戦況だが何としても勝たねば。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。へい、いらっしゃい。毎度どうも。ご活躍従えぬ。山賊と手を組んででも反旗を翻さん。
笑顔で参りましょう。あっけなく命じ捨てられるとは。はあ、敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。待って行きますわ。にはいかぬ。最新の援助終わらせましょう。敵ながら見事。ここは官兵に任せ、体勢を立て直さぬ。今は引くしかあるのだ。義の盛況さん、おなどりがたし。策を考えねば。敵将、討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。お見事、見せつけてくれますな。申し上げます。堤の一部が壊れかかっている模様。川が氾濫し水が溢れれば被害が出る。すぐに修理した方が良さそうだ。行きますわ。やっ、はっ、やっ。
まで来れば大丈夫です。ありがとうございました。申し上げます。包みを詰めて修理しました。よくやってくれた。これで安心して攻めることができよう。うまくいったようです。こんな困難ではありませんわ。お見事、見せつけてくれますな。抜かせはせぬぞ。強敵だな。だが拙者も軍神の子、ここは引けぬ。皆気を抜くな。父上より託された繁盛を死守するんだ。前線に兵糧を届けたいが、ここから直接運ぶには遠すぎる。悪城の周総堂に兵糧を送れ。そこから前線に届けられるだろう。繁盛を守りきれなかった。だがこれで終わりではない。敵はあえて引いたようになるんだ。君は無理。ひとまず城は奪回できたか。宝徳将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。宝徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ。不分足、投降を申し入れる。何を願わくは、
我が機関すべての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に近い約束しよう。将軍、なぜです？おじけづかれたのですか？軍において領官の命令は絶対だ。方便は認めぬ。あなたという方は各隊をまとめ整列せよ。くだるにせよ。軍旗は乱すな。やられたな。どうしよう。最新の M で終わらせましょう。まさかあの雨金将軍まで降伏しまうなんてな。どうなるんだろうな、俺ら。このまま死ぬか、病にかかって死ぬか。はあ、いっそ溺れ死ぬ方が楽かもな。もはや軍の体を成しておらぬか。あたら兵を損ねることはない。ここは自分の首一つで。おっと、お待ちを。宗神殿、それは早計というものですよ。万長殿、秘策が終わりか？ええ、一つとっておきの手があります。それは諦めないことですよ。必ず援軍は来ると信じ戦い続けることです。どうです？秘策ではありませんが、無理難題でもないでしょう。そんなことも自分は見失いかけていたか。さあ、手中に勝つ、求めてみましょう。うん。皆、気力を奮い立たせよ。我ら神旗を束ね、この逆境に打ち勝たん。徐光明、援軍を率いて山上を捕まつった。宗神殿、ご無事でおられるか。おう、徐光殿。ああ、よかった。待っていたよ、徐光殿。君が援軍とは頼もしい限りだ。宗神殿も万長殿もご無事で何より。よくぞここまで持ちこたえられた。炎上に援軍を待機させており申す。こちらの動きと連動すれば形勢も覆せよう。はあ、ありがたい。しかしこの繁盛は完全に包囲されていたはず。貴公はいかにしてこの城内まで参られた？確かに敵の布陣は完璧でござった。しかし一点だけほころびがあり申した。そこをつきまかり越した次第にござる。ほころび？それはもしや。ええ、宗神殿のお考えの通りでしょう。おそらくそれは宝徳殿が切り開いてくださった活路かと。ならばそれを無駄にするわけにはいきません。私たちも死力を尽くし炎上の友軍と合流しましょう。
宝徳が死に、ウキンは降伏。艦中から悪夢のような状況が続くな。しかし繁盛の兵らは宝徳殿が示した生き様に士気を上げてござった。攻勢の機を得れば一気に状況を覆せましょうぞ。機か、ならば今がまさにそれであろう。主義法、両毛将軍の名代として申し上げます。我ら孫悟の軍は高陵に展開、関羽の退路を塞ぎました。そう士官だ。命を違えぬ動き、我が父孫孟徳に代わり礼を言う。いやはや、情勢は目まぐるしい。今新しい情報が入りました。関羽は繁盛の包囲を中止、成都方面へと撤退を開始したとのことです。うん、どうした関羽。孫悟との同盟が破れたと知り潔く引くか。いや、今まで慶州を抑え続けてきた関羽のこと、不利だからと兵を引くなど考えにくいかと。それならばまず益州に援軍を要請するはずです。おそらくは何か理由があって戦を継続できなくなったのでしょうな。例えば兵糧が尽きたとかでしょうかね。ふん、理由などどうでもいい。奴を逃すわけにはいかん。すぐに追うぞ。主義法と言ったか。我らはこれより関羽を撃つ。孫悟も連携して攻め立ててくれ。承知しました。こんな雨では家計もできませんが、孫悟の機嫌にて関羽を押し進みましょう。行くぞ。今こそ関羽との因縁に決着をつける。殿の道を切り開くため、軍神関羽を討ち果たさん。お前たちはここで止める。父上の元へは行かせるものか。私たちだって父上のお役に立ちたい。だからあなたたちはここで倒します。でもごめんなさい、あなたたちはここで撃たせてもらうわ。援軍として参りました。これより関作様に加勢いたします。援軍を呼んでいたなんて困ったわ。敵を止められなかった。みんなの力になれなくて行きますよ。なさの僕は決して何者にも抜かせはせぬぞ。父上のお役に立てなかった私はなんと未熟なのだ。さあ行きますわ。今はこの喜びをかみしめましょう。鮮やかなお手並みですね。お見事です。
さえ生き延びてくれればこれより先は笑顔で参りましょう。断じてすませぬ。関羽討伐の邪魔をさせる。お前は無事で敵ながら見事な武だった。あとはただ関羽のも進むのみ。行きますわ。今はこの喜びをかみしめましょう。すごいな、さすがだ。あの地を抑えるぞ。進め。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。笑顔で参りましょう。いかな苦境にあろうとも諦めぬ。生きて兄者のもとへ帰り誓いを全うせん。しかも互いことになるとは。申し訳ござらぬ。ついに追い詰めたか。最新の絵にで終わらせましょう。艦を包囲しよう。艦兵すまぬ。そなたの命決して無駄にはすまい。というものだ。承知つかまつった。いざ。おう。
そうか。カウンは言ったか。欲しいと思われますか。いや、希代の英雄ではあったろう。が、どこまでも敵であった。ならば奴も、わしが踏み越えてきた男たちの一人に過ぎぬ。それが乱世のありようであると。うん。だがこれで天下は大きく動くであろうな。関羽が去り、そしていずれわしや劉備らが去り、時代は士官やお主らのものとなろう。その時天下はどのような姿を描くのか、それを思うと楽しみでもあり、また悔しくもある。やはりどこまでも見届けたいと思われますか。無論だが、人たる身にはかなわぬ夢よ。いや、だからこそ人はその生を燃やすのであろうな。時に芝居よ。士官をどう見る。わしを継ぐに足るか。聡明であらせられると存じます。ですが、目指す先は殿とは異なっておいでかと。うん、それでいい。己が信じる道を行くことこそ覇道を継ぐということよ。今は一魂去りし時と来たる世に灰を掲げようぞ。軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し、孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方、この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して、三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。俺はなんて不幸者なんだ。殿の命数が迫っているなんて知りもしないで、結局何も恩を返せなかった。分裂、落胆しているのはお前だけではない。父の死は天下そのものをも揺るがせている。義を築いた後進たちも
次々と一線から退き始めた。この動揺を早く沈めなければ、宋孟徳が積み上げてきた覇業は水泡に帰す。そのこたる我々に肩を落としている暇はない。そうだ、俺は宋家千里の駒。こんな時こそ誰よりも全力を尽くさなければ。不甲斐ない姿を見せて申し訳ありません。宋分裂、これよりは士官殿のため粉骨砕身の覚悟でお仕えします。うん、その素直さこそお前の一番の強みだ。頼りにしているぞ。宗妃殿、帝から御事乗りですよ。あなたを義王に奉じるとのことで。義王か。うん、順当に宋孟徳を告げと言ってきたか。だが覇業を成し遂げるにはそれでは足りぬ。私は父の先へ進む。いや、この場合は上というべきか。殿の上？それは一体？つまり宗妃殿が帝になると。この葬儀をより確固たるものにするため、そして天下を平らかにするためにはそれが妥当だ。なるほど。波風は立つでしょうが、抑え込めないほどではない。すぐにでも動かれますか？ああ、帝にはしかるべき手順を踏み禅譲していただく。そこからこの宋士官による新たな世が始まるのだ。ああ、漢王朝の命運もここに尽きるか。し、迂闊なことを口にするな。宋家の人間が聞いておるぞ。聞いたか、今度宗妃様が帝になられるらしい。え、今の天子様はどうなるんだ。まさか宗妃様は帝から禅譲を申し出られていると聞いたが。バカか、誰が好き転んで禅譲するんだよ。宗妃様が圧力かけてそう仕向けたに決まってるだろう。じゃあ禅譲を断っているのもご子分が疑われないため。はあ、宗妃様は怖いお人だな。そうだ、とんでもない極悪人だぞ。